皆さんこんにちは、手帳の時間です。今日は新しい手帳を開封してバレットジャーナルのセットアップをする動画をお届けします。新しい手帳に切り替えるタイミングでバレットジャーナルの本を読み返してみました。やっぱり気持ちがシャキッとしますね。いろんな気づきがあったので、あれこれと今日はお話ししながら作っていきますよ。私が読んだ本はバレットジャーナル人生を変えるノート術というライダーキャロルさんの本です。バレットジャーナルを発案した方の本なので手元に置いてるんですが、こんな風に新しい手帳に切り替えるタイミングで読み返すと初心に戻れてワクワクします。そして2021年8月から使う新しい手帳はこちら。早速開封していきましょう。今まで使っていた手帳はこちらのホワイトの手帳です。ちょっとね、7ヶ月でだいぶ表紙も汚れちゃってるんですけど、大切に大切に使ってきました。毎日開きたくなる手帳っていいですよね。下半期はブラックベースの星座の手帳を使っていきます。この手帳はアーチャー&オリーブという海外の手帳です。いろんなカラーサイズの手帳が充実していて、本当に可愛いし、何より裏写りしないので毎回新鮮な気持ちで使うことができますよ。私は3月生まれの魚座なので、表紙は魚座のモチーフです。持ち運びには不便なので、お家でゆっくり手帳タイムしたいという方におすすめの手帳となっていますが、手帳といっても中はこのようにドット方眼のノートで、カレンダーなどの印刷がないので手帳に限らずいろんな使い方ができます。今日はバレットジャーナルのセットアップ動画ですが、こちらの動画では初心者さん向けに作り方の解説をしています。同じ内容になるところは結構省いちゃってるので、基本の作り方が知りたいよという場合は以前の動画もぜひチェックしてみてくださいね。最初のページには手帳の時間公式キャラクターのペンタ君と手帳タイムの文字を書き込んでいきます。こんな感じ。次のページは使う期間の記録のページです。2021年は8月から12月までこのノートを使います。いつもは半年くらいで切り替えるんですが、2021年は1月から7月までノートが使えたので、ちょっとアンバランスな感じになってますね。それでは次のページ行ってみましょう。次はキーのページとインデックスのページです。キーは人によって使いやすいマークが違うので、参考程度に見てみてください。ちなみに作ってよかったキーは締め切りのキーです。右のページはインデックスのページ。どこに何があるのか目次をつけるページなんですが、私はマスキングテープで印をつけて目次を作っています。例えばこれはフューチャーログと毎月のセットアップページ。これを開きたいときは目印を見つけてパラッと開くって感じです。細かく目次を作る必要がない人にはおすすめの方法なので、ぜひお気に入りのマステとかペンで印をつけてやってみてください。インデックスのページまで作ったら、次はフューチャーログのページです。今回は5ヶ月分のカレンダーを貼りました。カレンダーの手書きは手間なので、いつもこのように印刷してペタペタ貼ってます。ということで、ここまでがバレットジャーナルの基本、キー、インデックス、フューチャーログまでのページはちゃっと作っていきました。ここからはコレクションページを作っていきます。私が作ったコレクションページの1枚目は女性の体のリズムを記録するページです。毎月来る生理のリズムとか、病院で検査を受けた日などを記録します。右側のページは理想的な習慣の記録ページを作っていきます。使うのはシンプルな黒付箋、これは吹き出し風ですね。このサイズが1つあるととっても便利ですよ。黒付箋に使うホワイトのペンはこちら、太さは1ミリです。では早速書いていきましょう。理想的な習慣って今まではなんとなくはあったんですが、しっかり記録をしておけば迷った時とか自分のリズムを取り戻したい時に便利かなと思って作っています。2021年の上半期はいろいろリズムが崩れることが多かったので、下半期は心地いいリズムが保てるようにしたいですね。こんな感じで黒い付箋とか黒い紙、黒いマステなどに白いペンで書き込むととってもおしゃれに見えます。あと手帳やノートで書き間違いがあった時とか、黒ベースの紙やマステで修正するのも可愛いですよね。付箋は上の部分にしかのりがないので、下の部分もしっかりのり付けします。はい、これでペタペタ貼ったらいい感じ。黒ペンはよくリピートするこちらを使います。太さは3ミリです。
バレットジャーナルの本を読み返した時に一番グッときた言葉は、バレットジャーナルの見た目は関係ないという言葉です。バレットジャーナルを使っているとどんな気分になるのか、どんな効果があるのかということの方が大切なんですよね。そこに改めて気づけて本当に良かったです。私のセットアップはほとんど貼るだけの簡単なセットアップなんですが、それが今の自分には合ってるし使いやすいので、これからも続けていきたい。でも時間があって何か書きたいという時には、こんな風に定規も使わず自由に線を描いたりイラストを描いていきたいなと思います。特に今まではセットアップの様子を動画にして皆さんにお届けしていたので、知らず知らずのうちによく見せようとか綺麗に作ろうという気持ちになっていたのかなと思います。そういう制限とかルールがあると、きっと自分自身もセットアップを楽しみにしてくださる皆さんもつまらなくなってしまうと思うので、2021年の下半期からはもっと自由に、もっと等身大で発信できるようになりたいです。次は思い出記録のページを作ります。5ヶ月分の思い出記録をどんな風にしようかなと考えた結果、スゴロク風にしてみようと思いました。8月にスタートして12月にゴールするまで思い出をピックアップして書き込んでいく感じです。四角の大きさは 2.5cm×2.5cm の正方形、角は丸みをつけて可愛いシルエットにしてみました。1ヶ月で5マス使うので5ヶ月で25マス必要になります。思い出記録のページを作っておけば、はあ、こんなことあったなとか、あんなことあったなと振り返るだけで幸せな気持ちになれるので、見開きでたっぷり贅沢に紙を使っています。最初はシンプルに作っておいて、時間の経過とともに色が増えたり写真が増えたり文字が増えたりするところがすごく楽しいポイントです。ただ時間がなくて書くのを忘れていたという場合もありますよね。そんな時はまあその現実を受け入れつつ、時間の使い方を見直してみたり、自分にとっての大切な項目を見直してみたり、立ち止まって考えることをしながら自分らしいバレットジャーナルにしていきたいなと思います。ちなみにこのスゴロク風のアイデアは1年間のビジョンマップなどでも応用できます。本当に見返すのが楽しいページになるので、ぜひぜひやってみてください。そして次はマイストーリーのページです。このページは残りの下半期はどう過ごすのか、縦型のカレンダーを貼って全体像を見るページです。未来の予定を先に書き込んで、その未来に向かって行動を起こす、そんなページです。2022年まであと5ヶ月、皆さんはどんな日々を過ごしたいですか？最初のページから振り返りましょう。キー、インデックス、フューチャーログ、女性のリズムと理想の習慣ページ、思い出記録のページ、そして最後がマイストーリーのページです。今回もシンプルでしたね。バレットジャーナルはいつからでも始められるので、手帳の時間と一緒にぜひ皆さんも始めてみてくださいね。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。